Yeah, I'm back. 承知いたしました。それでは私はこれにて。修法様、大切な進化にあのようにおっしゃられてはなりません。修法様が暴君と称されるようなことにでもなったら、私は悲しゅうございます。 Sorry for yawning, by the way. Oh, ラビニア、そこまで私のことを思ってくれるのか。You sound so creepy when you say Laminia. 司法様は私に言葉では言い尽くせないほどの恩寵を与えてくださいました。 And somehow she's happy still. 暗い地下に封じられていた私を日の当たる場所に連れ出してくれたこと、そしてこうしておそばに置いていただいていること。 I mean, look at his face. That's creepy looking with the Laminia.それらすべて返し尽くせないほどのご恩でございます。私は見返りなど求めてはいない、ラビニア。ただお前が一緒にいてくれる、それだけでいいのだ。もったいないお言葉です。ですがなればこそ、私は修法様を世界の王にして差し上げます。お前がそう望むのであれば、私はそれに従う。その望みが達成されたとき、お前は私の妃となるのだ。この世界は私たち二人のものとなるのだ。修法様、We're done。修法様にもほとほと困ったものだ。皇帝陛下に疎まれ、このような辺境の地に送られたにもかかわらず、このようなことでは。Actually, you know what? I'm gonna call him Lump, because Lun doesn't sound nearly as ridiculous as his armor should make him sound. Lump? Pretty good. I'm gonna go with Lump. あまりことが目立つと、王都にまで伝わってしまうのではないか。Is that a burn, man?それで範囲ありと判断されようものなら。まったく、あの女が来て以来、修法様は人が変わってしまったわ。So many characters. This is an elf, I'm pretty sure. Red hot elf. あのラビニアとかいう女、どうにかできないの？ I think he's just telling them he's in love with a robot. What do we do? Her.嫉妬は見苦しいぞ、レイファ。バカ言わないでよ。私はただ純粋に修法様の心配をしているだけよ。だいたいあいつ何なのさ。遺跡と一緒に眠ってたって幽霊かなんかなの？あの魔女をやすやすと修法様の懐に入らせてしまったのは我々の落ち度だ。だが。このまま手をこまねいているわけにもいかん。考えねばならんな。ん？ところでシズマはどうした？シズマだったら婚約者が訪ねてきたとかで面会中。まったくこんな時にいい気なものよね。その嫉妬深い性格直した方がいいぞ。余計なお世話よ、このバカガラス。こらこら、よさぬか。我ら四武将の間でまでいさかいを起こしてどうする？心配は無用だ。俺は全く気にしていない。少しは気にしろ。お前たち。あれ？ここで待っているって聞いたんだけど。What now? What? No! Ha ha! 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 Ha ha!
お嬢は元気にしているかい？あのお父さんの元気でない姿なんて想像できる？それでももうお年だし。ああ、シズマが年寄り呼ばわりしてたってお父さんに言いつけてやろうかな。参ったな、勘弁してくれよ。冗談だってば。こうしてシズマに会えたのも久しぶりだから。帝都からこんな辺境の地に転任させられたのはあまりいいことではないんだけどね。ここの方が新賀村からも近くていいわ。帝都だと行くのに5日もかかるのよ。それにシズマに出世なんて似合わないわ。無理して背伸びしなくてもいいの。それでも僕は早く一人前の武将になりたいんだ。シズマ、昔は私やジンの後をついてくるばっかりだったのに立派になっちゃって。そんな昔の話はやめてくれよ。もう僕はサヤカを支えられるぐらい大人なはずだ。ジンの分も僕がサヤカを幸せにしてあげないと。 Are they talking about me? I keep hearing Jin. Pretty sure they're talking about Smileys. 生意気なこと言わないの。もう。さて、ここで立ち話もなんだし、部屋に行こう。今日は泊まっていけるんだろ？ええ、私の手料理をご馳走してあげるわね。ね、そこまで気を使わなくてもいいよ。お客様なんだし。何か言いたいことが別にありそうね。気のせいだよ。早く部屋に行こう。シズマ、私の目を見て話しなさい。Done? Please. Yurius and Tida を仲間に加え、飛空艇は竜の墓場を目指して飛ぶ。しかしその途中、正体不明の飛空艇が現れ、進路を遮るのだった。それは偶然なのか、逃れられない運命なのか、それとも仕組まれた罠なのか。辞書、熱き旋風。面白い。ここで決着をつけるか。ぶつかり合う二人の熱き魂が新たな力を呼び覚ます。 Sure, I'll save. This is getting unreasonably long. Yes, override it. Yay! I need to make the mage catch up now.More talking. それでここからが大事なんだけど、美味しくするコツはね。いや、また。もう干物の作り方はいいから、エルフ族の風習についてはね。By the way, that was the end of a chapter, so that explains why it was so goddamn hard, that last battle. Well, hard. I managed just fine, but still. It was surprisingly more tough than I was expecting.でも、エルフを語る上で着物は切っても切れないんだよ。そんな話は初耳なんだけど、たまたまミリアムの住んでいた村だけの風習なのでは？ Is that the guy we pulled the hood off? That other time at the market before we met the creepy guy or something? あ、着物をバカにしたな。もう食べさせてあげないんだからね。 Can you stop talking, please?むしろその方がありがたいんだけど。もう、メガネ君がエルフについて知りたいって言うからこうやってお話ししてるのに。それは確かにそうだけど、僕の知識欲はさっぱり満たされていないわけで。I'm gonna talk about that later. あ、もしかしてエルフじゃなくて私に興味があったのかな。はい。そんなこと急に言われても、私まだ成人なりたてだし、困っちゃうよ。Why does she look so shy right now? 何やら激しく勘違いされている気がするんだけど。Shy happy, you know? でも、こういう経験はたくさんしておいた方がいいって、長老様も言ってたし。I don't think he's interested, Miriam. You just speak too high pitch.
Yeah, だから。Or he is. God, you just made her happy. だから何をだ? And he's not happy about that. ん? 何をかな? 僕に聞かないでくれ。New chapter. まもなく本館は竜の墓場上空に到着します。Wait, what? 到着後そのまま着陸に移行しますがよろしいですか？なんかこの辺殺風景でつまんねえからどうでもいいや。いいけど今度こそ頼むぞ。今度こそ。そんなに念を押されると私でも少し傷つきます。具体的に言うと処理速度が約 0.2% 落ちるぐらいに。 2% or 0.2%? Either way is just dumb. 2% only? What of? よくわかんないんだけど、なんとなく大したことじゃないってのはわかった。 He's as dismayed as I am. Are we gonna crash again? って、行ったそばからかよ。違います。本館に急速接近する機影を確認しました。は？どういうことだ。 But we got the three dots. Why not? 戦績は不明。どうした？ Oops, sorry. I completely skipped it. I'm really sorry. I think I even skipped text, not just the voice acting.Wait, no! If I press A once and it skips, that means all the text was there. So it was there for like half a second. I hope you're good at pausing. Monitor に出します。なんだこの船は。こいつも飛空艇なのか。こっちとは違う形だな。We're still flying after an alarm? That's a miracle! はい。ですが、本艦の兄弟艦に当たる形式の飛空艇です。はい。一体誰が乗っていやがるの？向こうの艦から通信が来ました。つなぎます。ビビビッ。